ものすごいいい香りで吸われております。非常に相性がいいんですよ。どうも、料理の三流士です。はい、ということですね、今回はなんとコラボ動画でございます。僕はね、いつもお世話になってる花丸木さんとのコラボでございます。今回使わせていただくのは、花丸さんの無添加麹味噌。僕ね、基本的にいつもね、田舎味噌を使わせていただいてるんですけども、今回は麹味噌、これをですね、使っていきます。いつも言ってるんですけども、味噌は無添加を選んでほしいなっていう風に僕いつも言ってるんですけども、これなんでかっていうとね、無添加味噌っていうのは、もう出汁とかの香りが入ってないので、応用が効くんですよ。いろんな調味料と組み合わせやすい。なのでですね、今回はこの無添加麹味噌を使った、至高の石狩汁でございます。これは僕めちゃくちゃ知ってます。本当に美味しい料理を皆様にご披露してもらったので、ぜひ作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。今回はね、至高シリーズなんで結構具沢山です。石狩汁なんで、まず鮭ですね。これ銀鮭、塩鮭じゃなくて味のついてない鮭です。味がついている鮭でもできることはできるんですけども、そうしたらお味噌の量を少し減らすとか、お塩の味がつきすぎるので配慮お願いします。 350g ね。とね、キャベツがねものすごい合うんですよこれ。あと人参ですね。はい、で玉ねぎ、あとじゃがいもですね。そして鮭に少し臭みがあるので生姜で消していきます。この舞茸ですね。あとですね、油揚げあればぜひ入れてください。まあ、具材はねご自身の好きなものを入れていただいても構いませんけども、僕はこれがもうオールスターズで、みりんですね、あと白だし、お酒で、あとこれが一番重要でございます。花丸木さんの無添加麹味噌でございます。とにかく無添加のものをやってください。それがですね、他のお出汁と合わせた時に一番力を発揮する。で、以上の紹介でやっていきます。はい、それではですね、今回花丸さんとコラボということで至高の石狩汁作っていくんですけども、非常にお味噌が重要な至高レシピになっております。で、お味噌を使った至高レシピを作る時に何が一番大事かって言ったら、やっぱりですね、素材の味を確かめることですね。皆さん、それが一番大事でございます。ということで、こちらの無添加麹味噌、こちらのですね味を最高の状態で確かめていきます。この無添加麹味噌、適量取ります。そして分量外の人参スティックを用意します。そしてここおもむろに無添加麹味噌をつけていきます。すいません、これで終わりじゃないぞ。ビールを用意してください。はい、そしておもむろに口に入れます。この味噌使ったらうまいに決まってんの。このまま野菜スティックで食ってもうまい。最高です。もうなんかこれは至高な気がしてきた。なんですけども、今回は至高シリーズで、あの材料もせっかく用意してますんで、至高の石狩汁作っていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まずね、お野菜からね切っていきたいと思います。汁物に入れるときはもう本当にざく切り、こうやってこうやって斜め斜めで切ってってね、あの火が入るとお野菜って結構縮みますんで、こういう風にざく切りしてください。これがね非常に石狩汁に合います、キャベツ。はい、そしたらキャベツはですね退場してもらいます。人参はですね、普通にここヘタは切り落として、半分に切ります。そしたらこうやってスライスですね、こうやってスライスして、はい、こんな感じです。はい、次は玉のネギを切っています。僕の切り方は頭とケツを、切り落としまして、そして半分に切ります。と薄切りというよりはちょっとこう、なんていうんですかね、まあ、1センチから8ミリぐらいの間隔で切った方が、食べ応えがあって甘みも出て美味しいと思います。これぐらいの感じで切っていただいて、そしたらで、じゃがいもなんですけども、今回はですね、あのまあこれ好みによるんですけど、僕は今回は皮むきません。これ一回に切ってください。真ん中で皮の周りが緑色になってたら剥いてください。はい、緑じゃない、ない、これ新鮮なじゃがいもなんで、これはですねこんな感じで、一口大に、ちょっと小さめの一口大ですねに切っていきます。
皮が苦手な方もいらっしゃると思うんで、そういう場合はですね、剥いてください。はい、こんな感じで、はい、やってください。油揚げはね、ちょっと細切りの方が美味しいんで、細切りで。これがね、お魚の出汁が染み込んだですね、この石狩汁の汁を吸い込んでですね、非常に、全体をまとめ上げてくれるので、こういう感じで細切りにしてください。最後に来ました、鮭でございます。はい、鮭は、まあ、今回骨付き、骨がちょっとついたものなんですけども、気にならない方は残しておいて、僕も気にならないんで今回は残しておきます。ここで半分します。こんな感じね、1ピース、結構でかめですね。この骨はね、すぐ取れますんで、食べるときにね。材料切り終わりましたら、まずはこの鮭、ちょっと塩コショウ振ります。軽く全体に塩コショウ振ります。そして、フライパンでまず焼いていきます。これで重要でございます。鮭を焼くことによって鮭の生臭さが軽減されます。で、やるときはサラダ油、全体的に、なじませまして、大体中火ぐらいです。で、フライパンが温まってきたら、鮭を入れていきます。結構たっぷり入りますね。鮭はね、たっぷりいた方が美味しいです。パリッと焼いて、鮭の臭みっていうのをね、取り除いていきます。匂いの素がありますので、ね、皮目を少し焼いてあげると非常に良いと。はい、こんな感じでね、重要な工程でございます。はい、こんな感じですね。そしたらですね、鮭は全体的にカリッと焼き上がりました。一回取り出していきます。で、このままやってしまうと、鮭の身がボロボロになってしまいますので、なので一回取り出す、ちょっとね、面倒なんですけども、一回取り出してください。お魚はね、ちょっとね、丁寧にやった方が、お魚の味噌汁は丁寧にやった方がね、美味しいの で、 で、そしたらここで野菜を炒めていきます。キャベツですね、ちょっと火をつけて、キャベツ、玉ねぎも、人参も入れちゃおう。全体がしんなりするまで炒めていきます。お野菜を先に炒めることによってですね、油でこう焼けた香りをつけていきます。そしたらじゃがいもです。嫌な方はね、剥いていただいても構いません。そしたら油揚げも入れていきます。で、ここでちょっと炒めて野菜のかさをこう減らしておくと後々楽なので。で、あと舞茸も入れていきます。味にグッと深みが出ます。キャベツのかさがちょっと減ってきたなと思ったら、調味料を入れていきます。お水を1リットル入れます。まあ、ギリギリですけど大丈夫です。で、ここでお野菜に味噌の味を染み込ませるために大さじ1半です。煮込んでる間に溶けていく。白だしが大さじ4杯です。これが味のベースになります。味噌と白だしのベースですね、これね。そしてみりんが大さじ3です。で、お酒は大さじ3、みりんは甘みを加えて、お酒は風味をつけます。で、ここでおろし生姜を入れます。15g 入れていきます。そしたらですね、一回お味噌を溶かし込むような感じで全体を混ぜてください。全体が混ざりましたら、ここに焼いた酒入れ込んでいきます。はい、そしてこの状態で今沸いてきましたね。沸いてきたら弱めの中火にしてしまして、この状態で20分煮ます。20分皆さんビールを飲んで待ちましょう。それではですね、弱中火で20分間煮込んだ多分こちらでございます。もうね、このスタジオ中がものすごいいい香りで吸われております。そしてお味噌汁作る時の基本、皆さんも知ってると思うんですけども、具材を煮る時にはね、お味噌って入れないんですよね。今回はお野菜に味噌の美味しさっていうのを入れ込みたいんで、まず半分入れたんですね。この後に仕上げで味噌の香りを立たせるためにもう半分を入れるっていう方式を整えております。はい、こういうね、お玉にお味噌入れてください。ちょっとね、具材入れちゃうんですよ、ここに。そうするとね、すっごい溶けやすくなるんでね、具材がこうちょっと味噌をね、よく溶かしてくれるんですよ。全体をこうなじませるようにこう混ぜていきます。で、少しふつふつっとさせて、全体がですね、このお味噌の色が鍋全体に出ましたら完成でございます。はい、それではですね、よそっていきたいと思います。お野菜たっぷり、うまそうっすね。そしてつゆを、入れて、最後に、ね、主役の鮭をね、まあそうだね、これね。そしてこのままでも非常に美味しく仕上がってます。石
光汁はやっぱあれがないとっていうので、 5g ぐらいのこのバター浮かべてください。そうするとですね、非常にこのバターってお味噌と非常に相性がいいんですよ。じゃあこちらで至高の石狩汁完成です。ではいただきたいと思います。いただきます。日本酒ですか。じゃあいただきたいと思います。いただきます。バターを溶かしつついただきたいと思います。じゃあまずお野菜からいっていいですか。どんな味になってるか。ちょっと待って、これマジうまいぞ。俺この石狩汁はめちゃめちゃ好きっすわ。野菜を大量に入れてるんで、お野菜の旨味もすっごい出てて甘みが立ってます。そしてそこに味噌の味、これがですねガッときてて、味噌と相性が悪いわけがない。バターが溶け込んで本当にうまい。だし味噌じゃないんですよね。これはお野菜のだしと鮭のだしがですね、だし味噌もめちゃめちゃいいところすごくあるんですけども、鮭と野菜の味で出したかったんで、そうするとやっぱりだしのない方が際立つかなって思ったんで、今回無添加味噌を使わせていただきました。至高シリーズの中でも丁寧に作ってるんですけど、半端なくうまいっす。これぜひこの花丸さんの無添加麹味噌を使ってですね、この至高の石狩汁絶対後悔させます。マジでうまいんで、ぜひ作ってみてください。